お疲れ様でございます。いや、こんばんは、こんばんは、どうもどうも、お疲れ様でございます。さて、画面を作らないと。これだ、チャットが読めない。あ、今日も一番乗りでありがとうございます。どうしてこんなに一番乗りで来れるのかとても不思議ですね。わーい、みんな来てます、ありがとうございます。あー、忙しいです、忙しいです、顔もなんか微妙に疲れた感じになってますね。いやーね、葬儀葬式チャンネルに来る人々っていうのが不思議な感じでございますが、まあでもライブ配信はね、こう生きる方のテーマをやろうと思ってからなんかちょっと楽になった感じはするんで、やっぱりこうね、生きる方の話もこう理解していかないと、なんて言うんでしょうね、死ぬ方の話っていうのは理解できないんですよ。やっぱ今ここにいる方の話から見て向こうの世界、あっちの世界の話なんで、ちゃんとねこの世界をどうするかってことを決めていかないと、なかなかこうどっしりしないですよね、話の根拠がね。人によって違うし、なんか人それぞれだよって言われると、どうにもこうにもそれは冷たい気がしてね、うまくいかないなっていう気がしますね。佐藤さん自身楽しみながらやっていただければって言われるとやれないですね。楽しくはないんですよ別に笑ってますけどね、笑ってますけど、あの YouTuber が好きなことでは生きていっていないっていう、毎日毎日多分みんなそうですけど、ネタとの戦いですね、本当に本当に。あれはあの見てくれる皆さんに夢を与えた方が、人気が出るからみんなああいう風に言ってるだけで、俺は楽しいよって人がいますけど、これが苦しくない人って多分いないと思いますよ。そうそうそう、心の取り扱い方一番大事だと思うでしょ。もう結論から言っちゃってもいいんですけど、何回か多分結論言いますか、言っときに思ったもん勝ちなんですよ。そうそうそう、そういうふうに思っちゃえばそうなる、心っていうのはそうなるよって話なんだけど、あの間違いやすいから何回か、ね、右上なんかいます、そっか、じゃあ何回いても大丈夫ですよみたいな、思ったもん勝ち。ただ心のありようだけで世の中できてないよっていうような話ですね。だって好きなことしていいんだったらみんな休む休んでそれは夜飲みに行くもんでしょ。休んで遊んでた方が楽しいんだから、絶対みんな飲みに行くじゃん。そうやってなんかちょっと中継になったんだけど更新頻度が落ちてって見なくなって引退しますみたいなことを言う人いっぱいいるじゃないですか。あれが一番好きなことで生きていく感じなんですよ、でもね、その程度の面白さってあんま興味ないんですよ、やるんだったらもっとこうちゃんと世の中にこう爪痕が立つまでしっかりやりたいっていうのがね、やっぱ持ってるところがないと、なかなかやっぱそういう有名商売とかねっていうのはなかなかできないと思うし、顔がいっぱい売れてって人気者になるっていうのは多分そんなにいいことではないんですよ。どっかで歩いてても声かけられるし、みんなの目気にして生きなきゃいけないし、有名 YouTuber になるとだって外出するとき顔隠さなきゃいけないんですよ、ね。それはもう大変ですよね。人の心の取り扱い方間違えたら嫌われますからねっていうのもあるしね。あの今回は自分の心の取り扱い方って話ですね。人の心の取り扱い方はどっちかというと礼儀の話、疲れてるから微妙にこう噛むんですけど許してくださいねって感じです。でもね、話をするときにそういうなんていうのかな、あの実際ではない夢物語、まあほとんど綺麗な嘘って言っていいと思うんですけど綺麗なのはジャイアンだけで十分ですっていう、そういう話なんですよ、ね。そう、あの
他人の心にアクセスする方法っていうののベースになっているのが礼儀ですよ。基本のその、プロコトール、うん、プロコトール、そう、プロトコール、そっち、プロトマイヤーという国際儀礼でも何でも、この形を取ったらこういう意味になりますねっていうふうに、意味、形になっているのがそういうふうな儀礼というものなんで、儀礼をなしに他者と付き合うことはできないんですよね。プロトコール、そう、プロトコール。何回覚えても言い間違える。喋ってるうちにどっちか分かんなくなるんですよ。うん、でね、他者の気持ちを気づけないのは、そういう形式をちゃんと踏んでるかっていう話であって、心を込めれば形式っていうのは関係ないっていう人もいるんですけど、そういう人こそ結構形通りの仕事をしています。だからそういうふうに形通りの形式で自由っていうのって大変だなっていうふうにいつも思ってますよね。こういう形商売してるからってとこもありますけど、さあどうやって形を整えますかねっていうような、感情に向き合いすぎちゃいけないっていうのはすごい大事で、例えばね、こう急にお風呂で亡くなっちゃって警察行きました。で警察行って監察医務院に解剖で持っていかれました。持っていかれましたって言い方は良くないな。解剖に連れて行っていただきました。でもそうするとやっぱ解剖かと思って家族が辛い。じゃあ空いてる時間で段取りしましょうかって自宅行くね。自宅行く時にこういろんな話が来るんだけど、家族葬でやりたかったんだけど友達に話がバレちゃった、帰れない、断れないっすよねって話。そうそう、断れないですから、来たら来たでやりますから大丈夫ですよみたいな話ですよ、うん、ね。でそれは来てもらったらそれは仲間で送ることなんて悪いことじゃありませんし、わーっていうふうにそういうふうに電話を受けて、何じゃ死んじゃったのみたいな電話をこう息子さんとか奥さんとか受けて、わーってなってるんですよ。わーってなってる時の救いっていうのは、うん、気持ちはねこういうふうにね急なことなんでどうしても縮れちゃいますけど、僕は葬儀屋だから段取りをちゃんとつけましょうねっていうような話なんですよ。ね、あ、段取りつけて、そうですね、はいって、ね、ちゃんとやること決まんないと不安でしょって言って、不安なんす、やること決まってって、形が決まっていかないと人間って不安になるもんだから、ちゃんとマニュアル通りじゃなくて、形通りってことですよね。マニュアル通りっていうのは、大体悪いニュアンスがあって、形通りにしかできない。で、この前、新年会やってた時に先輩が言ってたんですけど、その通りにできなくても、決まってんのが大事なんだよ。あ、違うことが起きたらちゃんと違う通りにやりゃいいんだから、とにかくまず決める、それが大事っていうふうに言ってたっていうのは、そういうふうな、だからお祭りの会とかっていう年の違う先輩とかにいるときにやっぱ大事だ。で、柔軟性とかっていうのはバカかどうかの話なんだからよっていうふうに言ってるわけですよ。だからそこで起こったこと考えられないっていうやつは、マニュアルがあった方がマシなだけの話で、マニュアルのせいにしてるだけだなっていうふうに言いますね。ね、こんな形ですよ。形式決めときゃいいっすよ。決めといて、次っていうか、意見が違ったらその意見吸い取るかどうかっていうのは立場とかで考えていけばいいし、大事かどうかで考えていけばいいし、対応するべきかどうかで考えていけばいいし、形でちゃんとやっていけば、そういうふうにやっていけばいいんですよ。で、心の取り扱い方の話なんですけど、結論から言えば思っちゃえばいいですよっていう、そういう話でしょ、うん、でみんなこうっていうふうに言うんだけど、心っていうのは思うことができるし、うん、正確じゃないや、心っていうのは自分でそういうふうに決めてそうなることができる代物なんですよ。で、そんなことじゃなくてそうなっちゃうじゃんっていう人って欠けてますっていう話になるんですね。で、そのかけることもなく、いやならないです、やりましたっていうと、うん、そんなこと言われる筋はありませんみたいな話になってくるじゃないですか。だからね、そういうふうな心を取り扱う時っていうのは、決めて動く、かけて動くっていうことが根本原理にあるんですね。
で感じることっていうのもそれを極端な話我慢するかどうかっていうのがすごく大事なことになってくるわけなんですよ。我慢するのしないのって、例えば悲しくてどうしようもない、例えば痛くてどうしようもない、いろんな心の感情っていうのが動くわけなんですけど、我慢できるできないっていうような話なんですよ。我慢って最近聞かないでしょ。なんでかっていうと、我慢ってみんな嫌いだから、受けないからみんな喋んないですよ。でもちょっと前まではそれは我慢することだよっていうふうに普通にみんなが、それを常識として扱ってた。心っていうのが発生します。感情っていうのが発生します。動く、そういうふうに感じるってことが発生します。我慢するかどうかっていうフィルターを一つ入れてるかどうかっていうのはすごくみんな普通にやってきたことなんですよね。でも辛抱とか我慢っていうのは受けないからみんな言わなくなって、それをどうし、そんな必要はないですねっていうふうに言い出してるっていうのがあるわけでございます。でもね、今までこう何百年も何千年も我慢っていう概念があって、我慢辛抱っていうのがあって使ってきた世の中なのに、我慢辛抱が急になくなりますかって言ったら、そう、急になくなるわけではないんですよ、ね。で、なんか面白いかどうかいう風になるかとか、こう拾ってもらえるかって、コメントなんかでもやっぱ面白ければ拾うし、面白くなければ拾いにくいわけですよ。でもその時にぐっと我慢してみんなの話の流れっていうのを見てるかどうかってすごい大事なことで、それで光るコメントになるか光らないコメントになるかっていうのはすごく気にするもんなんです。昔の年寄りなんかやっぱ我慢辛抱ってのはそれは意味のあるもんだっていうのは、それはちゃんと観察する力であったり、自分の短絡的なことではなくてちゃんと意味があるかどうかってことを出すためには我慢っていうのは大事なことだっていうのがありますね。まあ、妥協も我慢のうちに入れて全然いいと思いますね。で、報われるために我慢するんじゃありません。報われる保証があるんだったら誰でも我慢します。でもそうじゃなくて、我慢するっていうのはそこで報われるかどうかではなくて確率を上げるためにやってるんですね。不確定なことでそれが 100% なりますよって言ったら誰でもできることで、そこで出ない方が得になっちゃう。我慢っていうのはそこで出ないことを自分で決める、そしてそれが可能性としてはあるけれど全然報われるかどうかの保証もないから、やるときはやるっていうふうに決めとかなきゃいけない。実現の可能性です。報われるっていう実現の可能性です。思い通りに好きなことやってれば、思い通りに好きな人ばっかり集まって、まあまあ地獄みたいになっていくわけです。だってね、みんな相手の都合を考慮しない世界で生きていくわけでしょ。自分が救われたい、報われたいって言って、全部が報われるなんていうのはなかなか叶わないことなんですよ。でも、心っていうのはそういうふうに報われたい、救われたいっていうふうに叫ぶ人っていうのは、すごくネットの世界には多いんですよね。報われないですよね。効率上がらないですから、状況を見て一番そのふさわしい時に動けるかっていうことが大事なんです、で、未来の予測っていうのは不確定なことに突っ込むやつが有利になってくる。なんていうのか、かけてる可能性が増えてくから、報われるんだったらできるけどねとか、報われるならできるけどねっていうふうにする人たちっていうのは、そういう賭けの確率が少なくなってくるんですよ。自分のエネルギーを未来にかけるっていう、そういう挑戦っていうのが少なくなってくる。我慢してチャンスを見て挑戦する。この仕組みっていうのが少なくなるから、もうなんか心の話をしようと思ったけど、ツッコミに答えていくと他の方向性で話していくんですよね。そうそうそう。だからね、そういうふうにね、都合のいい世界ってっていうのが存在しませんよっていうのは、我慢しなさい、辛抱しなさいっていうような世界のもんです、で、それにかけることによって可能性が上がる。不確定な世の中の中でちょっと良くなるっていうぐらいしか起きないです。ただそれを平気で何回も何回も繰り返しずっとやれるやつだっていうのがいて、旗から見たらバカじゃねえかっていうふうに思うわけですよ。
でもそんな中でもしっかりとかけ続ける人たち、自分たちっていうのが何を願って、そして何を実現したいかっていうのをちゃんと明確に考えて、時と場合っていうのを選んで、今動くべき、今動かないべきっていうのを見なきゃいけないんですよ。バカの一つ覚えみたいに挑戦だけし続ける人っていうのたまにいるので、挑戦しなきゃ叶わないから挑戦するんだよ。ちゃんと準備と何かを揃えた上でどん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 やっていくのは、それはかっこいいことです。ただ準備もできないで挑戦するってやつは、絶対叶わないことを繰り返しやっていくことですから、そりゃ頭が良くないですねっていうような話なんですよ。うん、で心の話ね、そのエンジンになる心の話をしたくてやってるんですけど、もう実現とか成功とかそういう話に報われるとかって、そういう報酬の話になっちゃうんだけど、そこじゃないの本題は。心の話っていうのは、そういうふうに自分たちがどう使うかっていうような世界の話で、どう感じるかっていうのも、反対側にちゃんと我慢っていうふうに置いていかなきゃいけないところがあるでしょ。で、我慢しちゃったらそれはないことにもできるし、人にその感づかれなければ、そう感じてるなんていうのは全然もう知ったこっちゃなくていいわけですよ。例えば僕がこの見えないとこで足をガッと切ったとします。痛い顔しなかったら、その痛いはこの画面上、この配信上にはもう存在しないんですよ。それと同じね、苦しいっていうのも、苦しいことを見せなければ存在ってなかなか難しくなる。ね。で、ここで気をつけなきゃいけない。そうそうそう。ここで気をつけなきゃいけないことが一つあって、この理論は行き過ぎると今度は心の在り方だけでいけるっていうふうに思うんですけど、そんなに世の中都合よくできてなくて、腹減ったことも我慢すればいいっていうんですけど、腹減るのなんか減るんです。食わなきゃ倒れるんです。そういうふうに考えたときには、ちゃんと食べ物が食える環境っていうのを作るっていうのは、これは心の使い方の中ではすごく大事なこと。心にも限度があるよっていう話なんですよ。ね。わかります？こう限度の中で最大限使うときにいろんな工夫ができるでしょっていうので、我慢したりとか辛抱したりとか、ね、勝手に思い込んだりとかっていう自由な部分っていうのが出てくるんです。プラスにもマイナスにも使えるから自由って言うんですよ。なんなら水平方向にだけも使えるでしょっていうのが、それが、心が自由ですよっていう状態なんです。痛えな、でもこの痛えの悟られたら良くねえなって思ったときには痛いことを隠す。我慢する。辛抱する。うちの親父がね、死んだ親父がよく言ってました。ね、怪我してお父さん痛いよって言った。そうか、痛いだけだなって。うん。だからどうしたら泣くなって。むちゃくちゃ言うな、この人と思ったんですけど、でもね、それは一つの真実なんですよ。うん。そう。で、自分もそういう風にやって生きてるから、もうしょうがないなって思うしかないわけですね。親父もこう怪我しますよ。しょっちゅう怪我するんですよ、あの人ね。で、怪我するんですけど、お父さん大丈夫？血ドクドク出てるけど、ドクドク出てるな。今、止血剤塗って抑えたから、そのうちそのまで痛くないのって言ったら、痛いだけだなって。痛いけど痛いだけだなっていうのを目の前で見せられちゃうと、あ、そういうもんかと。それはもう痛いだけって本人が決めた時には、もう痛いだけになるんだなっていうような話になるんですよ。ね、そうそうそう。でもね、その、なんて言うんですかね、使いどころの話っていうのを全部にこう適用しようみたいな話になって、我慢はいい、良くないっていう話をしちゃうでしょ、ついつい。で、心の話っていうのも、てめえ勝手に思い込めばいいんだよっていうのが、まあ原則なんですけど、それだってやりすぎたら良くないし、使いどころっていうのが当然あってるし、これは何の話をするときにもそうですけど、ちゃんと全ての話っていうのは適用範囲がある。これはね、まあ、今日聞いてる人たちにはもうみんな覚えていっていただきたいんですけど、全部の状況に適用できるような話なんていうのはまずありませんからね。そんな都合のいい格言なんかありませんで、まあ人は平等に死ぬとか宇宙はあるとかその程度の話しかできないわけですよ。
だから役に立つ話っていうのはこっからここまでっていう役に立つ適用範囲の中だけで存在するんで、それが自分がちゃんとその適用範囲が分かって聞けてるか使えてるかっていうのはものすごくまず大事なことなんですよ。だからこれとこれ、これはこれ、あれはあれっていうのはその中ですごく大事なことなんです。そうそうそう。で、そういうふうにこうね、あの言葉っていうのは真意っていうのがあって、話が今日は広がっちゃうな。真意っていうのがあって、この意味は 真の意味は何なのかっていうことを考えながら相手ともコミュニケーションしなきゃいけないし、本を読んでも学ばなきゃいけないし、真意と関係なく自分が好き勝手に言葉使ってこれに当てはまらないから嘘だっていう人っていうのはすごく多いわけですけど、そんなことはないわけですよ。それはこういう時には役に立ちますよって言葉の塊なんで、ちゃんとそういう時っていうのがどういう時かっていうのを自分でちゃんと説明できるぐらい話の中身っていうのを考えていかなきゃいけないっていうのがあります。で、心の取り扱いは十把一からけに行きませんよっていうと、それはもう状況と人によるところがあるでしょ。でもそれ話してたら心の使い方って多分何にも勉強できないし、何にもしなくていい、何も不可抗力になるだけですよって世界になるんですよ。だからこそ言葉を使って心を扱おうっていう、その試みっていうのがどんな時に役に立つかなってことを考えてほしいんです。そういうふうに全部は本当人それぞれなんでっていうと、人それぞれじゃないことなんか世の中にはないでしょうっていうのがあるわけです。そういうことなんですね。百均にもいいものがある、高級品にもいいものがあるね。物は高いものを買った方が長持ちするから得だよっていう話とか、安いものを買ってやった方がコスパがいいよみたいな話は、こういうふうに依存じゃないや、相反しないんですよ。状況がどういうふうにあるときはそうですね、どういうふうな使い方をするときはそうですねって話があるときに、物は時々その物の価値っていうのはその時々によるっていうふうに言っちゃうと、もう物の価値の話はしなくていいのと一緒になっちゃうわけですね。そうそうそう。で、私は心のコントロールが苦手ですって人が多分世の中にはたくさん多いから、こういう話をしようと思ったんです。っていうのは、毎日毎日まず私が悲しいのはどうしたらいいですかね。例えば犬が死にました、おじいちゃんが死にました、まあ恋人でもいいです、家族が死にました、アイドルが死にました。悲しいんです。どうしたらいいですかっていう質問がまず来ます。そして、何々になったら不安です。どうしたらいいですか。何々の時に耐えられません。どうしたらいいですか。毎日毎日ですよ。ね。毎日毎日来るわけですよ。そういう質問が。質問なのかなって言うと、多分質問じゃないところもあるんですけど、だからこそ心っていうのをどう取り扱うかって話をしていかなきゃいけない。全部に急に伝わることはないけど、ちゃんとそういう話っていうのをしていかないと、ずっとそういうのが繰り返される。誰かが何とかしてくれるもんなんですかっていうふうに、そうするともう何て言うんですかね、ずっとそういうメールが来るようになる。そういうメールが減るような世界にしたい。自分でちゃんと自分の心っていうのが見えるような世界にしたい。心っていうのを理解してもらいたいっていう願いがあるから話してるわけで、そういう時にどう使うんですかっていう基本原則のまず2つを話したわけですよ。ね。てめえ勝手に思い込め。そして我慢しろ。ね。まずこれです。話が見えてきたでしょ。だから、むちゃくちゃ言ってるなと思うんですけど、そういう背景があってからのこそ、てめえ勝手に思い込め、そして我慢しろっていうふうに言ってるわけです。これはね、小林誠って人の漫画で、柔道部物語っていうのがあるんですけど、強くなる一番基本の方法っていうのは何かって言ったら、自分で、てめえで勝手に思い込むことだっていうふうに、まず言うわけですよ。その監督がね。で、監督、思い込めなかったらどうするんですか？叫んだらいいんじゃねえかっていう風に言って、でかい声をして、俺ってストロングだぜっていうのをずっとみんなに言わせるっていう稽古があるんですよ。で、監督は賢いですよね。五十嵐監督が言うんですよ。そうそうそう。五十嵐監督はそこでまた言うんですよ。ただ、これだけではバランスが悪い。
自分のことを本当に強くなったと天狗になってしまうと。そう、慢心は練習とかに身が入らなくなるから、これも言えって言って、うん、俺ってバカだぜっていうのをね、セットでやるんです。俺ってストロングだぜをやった後に、俺ってバカだぜをやる。そうすると、その中にはすごい思い込みの強いやつもいて、なんだ、自分はなんていうのかな、もう超強くて天才だと思ってるから、ストロングだぜは何の意味もなかったけれど、俺ってバカだぜで、そうか、バカかもしれない、気をつけようっていうふうに思うみたいな話があるんですよ。うん、ね。そうそうそう。で、そんなことをやってると、ストロングでバカだっていうのを繰り返しちゃってると、みんなの中に芽生えるんですね。俺だけ強くなりたいっていう、そういうね、願いとかが出てくるわけなんです。うん、ね。あんで、思い込むっていうか、思えば叶うの話もしていかなきゃいけないんですけど、非抑制性の法則とかが似てるでしょ。で、思えば叶うってどういうことかっていうと、例えば、腹が減りました。めっちゃ減ってます。ね。その時に、あ、腹減った、飯食いたいって思うでしょ。これが願いです。ね。なんなら飯食おうでもいいです。これが近いです。ね。うん。飯食えるといいなっていうふうに思う。これが祈りです。まあ、祈りも願いも誓いも大体一緒だってことはなんとなく分かったでしょ。飯、腹減ったなから、飯って思うこの状態っていうのが、願いだったり、祈りだったり、誓いだったりするわけです。うん。大して変わんないでしょ。まあ、飯だなと。飯が欲しいなっていう、そういう話です。ね。だから、そういう風になった時に、さあどうするかっていうと、待ってる？みんなっていう。待ってるの？お腹減ったやつが腹減ったから飯って思って待ってるって言ったら、待ってない待ってない。本当に飯って願ったやつは飯のあるとこに勝手に歩き出す。それは、マックにちゃんと並ぶことであり、吉野家の、スタンドにちゃんと座って、つゆだくっていうことであり、自分が金なかったら、誰に行ったら食わしてくれるかなって考えることであり、願いとか、祈りとか、誓いっていう、そういう思った飯っていう力っていうのは、ちゃんとどこかになっていくわけですよ。行動することも考えないように、ちゃんとそういうふうに、腹減ったら動くでしょ。それが本気で思ってること。ね、私もね、飯食い損ないって言うんですよ。ね。そうそう、よし、飯作ろう、こうです。飯って思ったやつの次の行動は、飯作ろう、飯食べようです。うん。だから、願うことで何かが起こるんじゃなくて、願ったらそれは世の中にかけていくでしょ。で、世の中っていうのはそういうふうにあるんだから、世の中のそういうとこ見つけるでしょっていうふうに、そういうのを何とかの法則と言いやがるっていうふうに言うわけですよ。ね、うん、本当にお腹が減った人は待って死ぬ人はいませんよって、あるんだったら探すし食うよっていうのがありますよね、うん、眠たいって思ったら寝ちゃうじゃないですか、似てる似てる、うん、そうなんです。だから心っていうのは本当に強く願ったり祈ったり願ったり祈ったり誓ったりした時には動き出しますよっていうのは人間の普通の動きなんですよ。なんなら世の中の普通の動きなんですよっていう話なんです。その時に、いやーどうしていいか分かんないっていうと、お腹空いたまんまでしょ。お腹空いたまんまの人はお腹空いたまんまになりますよねって、ですよねしか言えないじゃないですか、うん、それがお腹空いてるんだけど、いやお腹満たす方法が分かりません、頑張ってくださいみたいな、そんな感じになるでしょ。いや駅前の立ち食いそばとかこの時間でも空いてるから行きゃいいのにとかね、コンビニもあるのにっていうね、そんな話なんですよ、うん、そういう風に心の力っていうのはちゃんと大変だけど強く動いた時にはちゃんと強く動き出しますよっていう時で、その時に悩んでる状態っていうのはそんな大して強くないから、まあ別のことやってもいいし待っててもいいしっていうとこです。でそれが人なんですか、それがだからタイミングってやつですね、うん、タイミングっていうのがあって、そこにだから逆らって動かしていくと大変ですよみたいな、だから
ったから大して腹も減ってないんだよ、食いたい食いたいって言って言うとご飯食べに行って、いやそんないらないや残すとかそんな感じで、あの自分の状態っていうのをちゃんと把握していくっていうのがないと、本当に思ってないことを言葉にするんですよ。で、言葉っていうのは嘘つきやすいでしょ。食べたいとか、うん、何々を食べたいとかっていう風に複雑になってくると、どん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 複雑になってくるわけですよ。え、甘いもの食べたいみたいな話になって、本当に甘いもの食べたいじゃなくて、普通になんかどっか友達と遊びに行きたいことだったりとか、なんか男に連れて行ってほしいの方便だったりとか、そういうふうに言葉っていうのはすぐ勘違いをするように複雑になってしまってるっていうのがあるわけです。だから本当甘いもの食べたいんだったら行こうぜっていうふうになるよっていう話なんです。そんなもんでしょっていう話ですよ。ねえ、ねえ、ね、師匠のいい言葉があるんで読みましょう。世の中に、世の常に不満があるなら自分を変えろ。それが嫌なら目と耳を塞ぎ口をつぐんで孤独に暮らせ。まあそういうこともありますよね。こういうね格言めいたことは大好きで。この格言がどういう範囲で適用できて、どういう風に使ったらいいかっていうことを考えるのがすごく楽しいですよね。そう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 。だから言葉を言葉のまんま使っていくと結構大変だなみたいなところがあって、うん、ね、この辺結構難しいとこなんですよね。そうそうそう、お腹減った時の買い物は買いすぎますっていうのも、お腹減った力っていうのがすごく現れちゃうんで、買いすぎやっちゃうんですよね。あ、これも欲しい、あれも欲しいっていう風になるのは、いいにしろ悪いにしろお腹減ったっていう心の力がちゃんとその世界に現れているっていうことなんですね。で、たたいのとこでも話しましたけど、思ったことが世の中に影響するっていうのは結構当たり前のことなんですよ。逆に言うと、思ったことが世の中に影響しなくて、それが寸断されているっていう状況になったら、夢も叶わないし、可能性も追えないでしょ。物語みたいなものも発生しないでしょ。ただ生きてただ死んでいくみたいな、そういうことになっちゃうと大変だよねって感じになります。ね、そう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 。で、言葉はね、何をどういうふうに使ってもいいんですけれど、何と言うんでしょうかね。そこに魂を込めてるかどうかって部分がすごく大事だっていうのがあるわけなんです。だ、魂のこもんない言葉を使ってしまえば、魂のこもってないような状況になっていますから、それは心の力が出ませんよ。気迫です、気迫。そう、そういう風にちゃんと気迫っていうのを入れて、言葉を伝えていかないと伝わらないし、実現する力にならないですよっていうのがすごく大事になります、うん、ね。そう、なんか気迫とかっていうのは、そのね、魂の力、それが魂魄ってことですから、まあやっぱそういうのをね、なんとか大事にしていくようにしていかないと、心っていうのは取り扱えないですよね、みたいな話ですよ、うん、そうそうそう。やりたいことがあったら、それが本当にやりたいことなのかっていうのを、自分にちゃんと気迫が込められることなのかっていうのを考えていけばいいし、逆に言えば気迫が込められることっていうのは自分にとって意味のあること、心の力が必要な、使えることっていうのがあります、うん、ね。さんのお子さんが生まれたら祝福します。祝福はもうどんどんしたらいいんですよ、うん、それも祝福も気合を入れてしたらすげえ祝福になるぞっていう話で、弔いも祝福もそういうところなんですよ。気迫を込めてやってることはすげえことになるぞっていうような話っていうのが、心の取り扱い方の説明書っていう、そういう話なんですよね。そういうふうに気迫込められてますかっていうふうに、CM のフレーズみたいにちょっと言いたいところがある、うん、
あ、宿泊って言った、宿泊だって気持ちいいよみたいな、お家があるって素敵じゃないみたいな、祝福ですねそうそうそうね。で、24時間戦える、24時間戦うと倒れますからやめときましょうねみたいな話でございます。そう、大変なこともね、いろいろあるんですけど、結構世の中っていうのは痛いだけだなみたいなこともあとはあるでしょ、うん、それ我慢しながらやってもやれちゃえばやったことになるからみたいな、むちゃくちゃなことする人たちって結構普通にいるんですよ、うん、でその時にね、あの、その人たちとの勝負の中で生きてるんだなっていうふうに思わないと、そりゃいくら祈ってたって、そういう気迫を込めた人たちの勝負の中で生きてたら、まあ勝ち取ることができませんよねってことなんだよ。そうそう、だから気迫のない状態でなんとかがだったらなーっていうふうに言うんだったら、気迫は込められないんですよ、こういう形は。ね、病気と戦うこともあるでしょう、ね、手術が痛いこともあるでしょう、まあいってらっしゃい、頑張りなさいみたいな感じですよ。これ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 も大事かな、心の力がありません、こういう方がまあ多いわけなんですけど、心の力がありませんっていうのはこう書けないんですよ、書けることなく手に入れたいって言っても、まあそれはね、宝くじ当たらない人が10億円って言ってるのと、宝くじ買わない人が10億円って言ってるのと変わらない世界で、やっぱりね、買わなきゃ当たんないんで、それが、300円するじゃんって言われて、うん、しか言いようがないんですよね。ね。だから、そういうふうに、できませんっていうふうに言うんだったら、買えませんって言うと当たらないねっていうふうに言うしかないわけなんですね。ですよね、でそのかけるって行為は思うっていうその意思の力によって発生するわけですよ。こうしたい、こう腹減った、飯食いたい、飯っていう思いっていうのはかけてるんです。そのかける力っていうのは飯って思った瞬間に、それは飯って思ったことになることなんですよね。ちょっと難しくなるんですけど、思ったことになっちゃうでしょ。だからもう思った途端に存在しなくなっていくことなんで、何回も何回も飯飯飯っていう風に繰り返し繰り返しやらなきゃいけないような話なんですよ、うん、そんで飯飯飯って思ってると、それが続いてるように見えるから、初めて吉野家あったとか、マックあったって、あっちにマックがあるとかっていう、そういうふうにこう頭の動きとか心の動きにつながっていくわけで、かけ続けてかけ続けて、そのかけることに損と思わない強さっていうのが、そのかける強さ、願う強さ、祈る強さ、誓う強さの、まあ、根本なわけですよ。でそういうのを、いや腹減ってもなとか思うだけ、考えてもなとか、それが報われるんだったらなぁなんて思って、腹減ったの方が先にありますから、だから身体感覚ってものすごく大事なの。身体感覚があった上で願うってことがあって、気迫を込めてやっていけば、それがどん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 なくなっていく世界なんです。思うことなんかどん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 なくなっていくんです。痛いことっていうのは身体感覚があるから、ずっと痛いっていうふうに思って、あ、痛い痛い痛いっていうふうになるんだけど、それが痛くないことでしょ。心で思う大半のことっていうのは、その痛みが分かんないことを思うっていうふうに、考えることなんですよ。うん、ね、だから心の継続っていうのは身体感覚の上にちゃんと立ち向かわないといけないから、一番最初に話した、その心は思うことだけで存在するみたいな無茶なことっていうのを、あ、できないなっていうのが分かるんですよ。それは自分の中のそのね、胸のギューってあったりとか、指のギッっていう音であったりとか、もう音としか表現できないような、そういう身体感覚の中なんです。あれはムカつくっていう、この奥歯がキリキリするような音ね、血圧がギューって上がるような感覚、
そういうふうに身体感覚の中で、強く思えるものっていうのを、取捨選択して使っていくんですよ。これは思い込みだからいらない、我慢っていうふうにやるか、これは自分のために忘れちゃいけない感情だから使うっていうふうに決めるかっていうのは、そういうふうに取捨選択です。ここも意思です。ね。ですよ。だからそういうふうに意思の力を持ってどういうふうに願っていくかっていうので、次の段階が決まっていくっていうのが、まあまあまあ心の力の使い方っていう説明なんですよね。麻酔がどうして効いているか未だに解明されてない不思議って話がありますけど、いいんですよ、聞きゃ、心の力がどういうふうに効いていくかって話も未だ別に明確なその理屈っていうのは解明されてるわけじゃないんですけど、極端な話、心の力をどうやって使おうか、心の力に振り回されないようにしようかっていうのは、いいんですよ。やり方さえ分かりゃって。ほんとほんと。ね。もうね、出産の話ではね、男は勝てない。産めねえもん。うん。そうそう、頑張れよってか。頑張ってなーしか言えないですよ。で、分かってないことっていうのは別に世の中いっぱいあるわけですよ、でもとりあえずやっとくっていう、そういう覚悟があって気迫があったら、それはちゃんとなんとかなることっていうのが多いんで、なんとかすればなんとかなるさ、これ言葉として好きなんですよね。そう、なんとかすればなんとかなるんだから、じゃあなんとかすりゃいいじゃんっていうのはすごくいいことなんです、そう、だから女の人が出産なんかなんとかしてくれるんだから、なんとかなったねっていうふうに喜べばいいだけの話で、そういうのをね、男連中が、いや女のね、そういうふうに女の人ばっかりの世界とか痛みがどうこう、そんなことは治療じゃない、出産をちゃんと頑張ってる女の人たちが決めてきゃいいことで、男ができることなんて頑張れしかないってことですよ。ね、失敗が怖くて思い切れない、思いを通せないことが多いです。その時にはいつもその心の中で判断っていうめんどくさい現象が起きていくわけですよ。判断を我慢してやるっていうふうに言えばいいだけなんですけど、判断をしてしまうのを我慢できないから、心の使い方っていうのは自分の思った方向に使えないんです。失敗が怖いっていう時に、怖いがあるから判断するわけでしょ。この判断っていうのを判断するっていうふうに決めてるのは自分ですよってことです。我慢できないんですね。しょうがないですねっていう。痛いですよっていう。そんなことですよ。失敗が怖くて思い切れないとか、思いを通せないっていうのも、そこでやったらどうこうっていう判断をするっていうのは、願いになる前にやめちまうわけですから、ね、やめるかやるか、っていうふうに余計に考えてる時に、やっちまえばいい。要するに最初に話した、勝手に思い込んだらいいさっていう話につながってるわけです。それは損得とか冷静さとか構造の問題で考えることではなくて、勝手に思い込めないから、失敗も成功も起きていかない。自分の思い通りにならないっていうのは、腹が減ったっていう時に、いや失敗を恐れて考えちゃうんですよねって人はいないわけです。腹が減ったら食うっていうふうに、身体感覚の上にその食うっていう決意っていうのがあるから、それは全然迷わないんですけど、身体感覚がない決意っていうのは非常に扱いづらいですよってことです。判断なんかね、我慢しまえばいいんですよ。やるって決めた時はやらない方を捨てる、我慢そうすると面白いんですよ。失敗だって何だって、話が出てきたように痛みみたいなもんでしょ。じゃあいいんすよ、痛えなっていうのは分かってるけど、痛いだけだなっていう
その話っていうのが多いです。ね、なんとかなってくれないかなって他人事に思いがちですっていうのは、やるっていう、そういう、やるかやらないかの決断の時に、やらないの方とずっと比べてみるっていう判断をするからなんですよ。判断っていうのは片方を我慢して捨て去ることです。我慢！分かったよ。ここで俺悩むんだよね。分かんだよ。もうやめる。こっちいらねえっていうふうに我慢ですよ。だからてめえ勝手に思い込むっていうのはそういう世界の話で、俺ってストロングだぜであり、俺ってバカだぜっていうふうに叫んでるような、そんな話です。ね。失敗したらカッコ悪いから最初はしたくないですって言うから尻込みしてる方がカッコ悪いよって言ってきました。ね。そういうふうにこう理由をつけてあげてもいいんですけど、極端な話、一番何ができてないか、やりますっていう、その、だから我慢ができないんですよ。我慢しなくていいように、こっちの方が悪いんだよっていうふうに、こういうふうに比べて説明してあげるでしょ。比べて説明してあげたら、永久に比べて説明してあげないと分かんない人が出来上がるわけですよ。ああ、そうか、損得がちゃんと理解できて、得なことしかしない人になるわけだから、こういうことをこういうふうにする言い方、まあ、現実問題僕もするわけですよ。こっちの方がいいに決まってんじゃないですか。でも、今日は心の力の使い方だから、それをすると、心っていうのを、いいからやんだよっていう、この世界の、このパンっていう我慢させる力っていうのは身につかない。うん。でもね、なかなか伝わらないですよね。そんなこと今風じゃないから。今風っていうのは、損得が分かって、損なことはしない、得なことはした方がいいですよって、ここら辺までの話しかできないけど、実際にはそれでは間に合わない。やれって言われた瞬間に、はいって言われるような、その心のスピードの問題、ね。その気迫を込めるスピードの問題で、まあ大体スピード負けしますよね、スピードのあるやつにね。うん。ね、今入院中です。できたら頑張れ、頑張れ7って言ってもらえ、頑張れ 7!7 が誰だか分かんないけど頑張れ。うん、ね。創業者の人たちが決断が早いっていうのは、そういうふうに、間に合わないのを知ってるんですよ。我慢して気迫を込めないと勝てない時があるのと、我慢して気迫でやっていかないと間に合わない時があるのが分かってるから、心の使い方が早いんですよ。失敗しようが何だろうがやるっていうのが、まあ実際問題ね、僅差ですよね。みんな状況を見るんですよ。バカじゃないから。バカじゃないから状況を見るでしょ。状況を見ていて、状況を見ていて、やってるのが一人じゃないわけですよ。ね。一人じゃないから、今だって瞬間に手伸ばしたやつが勝つわけですよ。そう。今だって瞬間はみんなが大体わかるようなサインがちょこっと出る。でもそのサインっていうのがはっきりはしない。はっきりはしないときには、ちゃんとそういうのは、はっきりしないときに手を出せるかっていうのは間に合うかどうかの話。そこで、なんとか報われるんだったらとかって保証を求めてたら、商売のチャンスなんか、掴めることはないし、そういうので、例えば仕事の失敗、倒産する会社と付き合ってるかどうかとか、引けっていう時にも、損でもいいから危ねえ引けっていう、止めろっていう時には怒られても止めろって。そういうことなんですね。だから、そんなに大きな岐路がたくさんあるわけじゃないですけど、小さな岐路にみんな立たされてる。ね。選択とそういうふうに、予兆みたいなことがあって、それを、それをだから慣れるために、経営者っていうのは結構占いとか、そういうオカルトとかみたいなことが好きなのは、あれは予兆がある時にどっちにかけるっていう瞬発力をやるためにやってて、その、何でしょうかね。実際問題、占い、そういうのをやってるわけじゃなくて、占いがこう言ってたんだっていう材をバーッと集めといて、出なきゃいけない時に出る、引かなきゃいけない時に引くっていうのをちゃんと考えてる時に、みんなどこでやってんのかなーっていうのを見る時に、スピード感をやるために我慢する勉強、そう言われても我慢する、そう言われても引くっていう、逆に言うと占いを信じないために使ってるってとこもありますよね。ね、
ラッキーの神様は前髪しか、ないってやつでしょ。アンラッキーの神様からちゃんとアンラッキーの神様の前髪ギュッて掴んで、お前寄ってくんじゃねえっていう風にやんなきゃいけないところがあるんで、ラッキーかどうかで考えるっていうのはやっぱり従業員の人たちの思想なんですよ。麻雀なんかほんと流れのスポーツ、流れのスポーツって言いますか、流れのスポーツですよ。その時に、ああ、流れが良くねえなーとかっていうのとか、我慢しようなーとか、人の顔見るとかっていうのをやるときには、まあ、やっぱ麻雀とかそういう対人ゲームっていうのは非常に面白いところがあるんですよね。ね。だからこういうときにも、例えば、不安です。どうしたらいいですかっていうふうに言ったら、不安です。手術が不安ですとか、入院が不安です。どうしたらいいですかって言ったら、そういう答えしか返ってこない。でもここで例えばみんなから応援してもらいたいんだったら言葉を選ばなきゃいけない。さっき言ったような不安があったとしても我慢して入院なんですけど頑張ります。なんとか言ってくださいって言ったらそれが掴めるでしょ。こういうふうに心から発した出来事っていうのが現実をちゃんと掴んでいくっていうのは正しい判断っていうのを我慢とか選択によって使ってるから。決意によって願ってるからちゃんと叶うんですよっていうのがこれが心の仕組みってことです。だ目の前でね、これが、これがというか、そういうふうに、心の仕組みっていうのがもう現れているんだけど、その現れていることにどれだけ気づけるかっていうのが、まあ大事なことかなっていうふうに思うんですよね。うん、別に麻雀じゃなくてもいいでしょ。おしゃべりだってそうだって、面白いこと言ってやろうっていう時には、状況を見なきゃいけないし、言うタイミングじゃない時は言っちゃいけないし、言うべきだなっていう時は行かなきゃいけないし、なんだ中身のない話ですよ。これははっきり言うと損得から一回離れてると意味がなく聞こえるんですけど当たり前でしょっていう話なんですよ。話して人からそういう風に楽しんでもらおう、好いてもらおうっていう風に要するに人の心に対して何か価値のあるものを出そうって思った時には我慢は我慢、そして決意は決意っていう風に作っていかなきゃいけない。プラスもマイナスも使った上でやっていかないとなかなかできないんですよねって感じね。うん。そうそうそう。今日の話もこれでしょ。現実を受け止められなくてお父さんが死んじゃってどういうことって困惑しています。主人と私と娘で娘のお通夜デビューです。他の保育園ママとはボスママに目をつけ嫌がらせしてきた私、弔いの気持ちはありますが、他の参列者が怖い。明日子供にもママが必要か聞いてみますというのがここ、こういう話、行くか行かないか、怖いを我慢するかしないか、こういう話、ここで心の力が出るわけですよ。うん、面白いでしょ。ね、人のこう大変な思いがあるときに面白いでしょって言っちゃった失礼は本当謝りますけれど、心の話っていうのはね、決意と我慢でできてるでしょ。おっかねえな、あ、いいよ言ってやるよっていうふうに言うのは、おっかねえの我慢して歩くかどうか、行くよっていう、そういう話なんですよ。ね。そう。どのくらいおっかないかわかんない。で、ここで、損得の話をして、こっちの方が得ですよって話すことをすることはできるけれども、それをやってる限りは、損なことがあったらしない。得なことしかしませんっていうふうにやったら、それ、間に合わないですよっていうような話なんですよ。ね。誰からまだまだこういうふうに考えられるか、どういうふうに思われるかっていうのを考えてできませんよっていうのは、できないことを考えて判断したわけなんです。うん、ね。葬儀屋やって楽しいですか？楽しいから仕事っていうのはするもんじゃありません。仕事っていうのは仕事として意味があるからするもんです。このよくね、幸せになるとか得をするから僕は離れてるんですって言うんだけど、そういうこと、そういうこと、そういうこと、やんなきゃいけないことに間に合いたいから、そこの価値判断から一回離れてるし、説明する時もそれやっちゃうと得なことしかしないでしょ。相手が悪いやつだったらどうしましょうって話があったら分かると思うんですけど、相手が悪いやつだったら、あ、こいつは得なことしかしないなって読まれるわけですよ。うん、でも得なことも損なこともするやつを相手にする方が、相手の方が絶対そういう相手と喧嘩するの怖いでしょ。うん、
こいつはなんだってやるっていうふうに思われてる方が絶対有利なんですよ。こういう世界のチャンスの取り合いをしてたら、うん、でしょ、うん、そうそうそう、保険のママ友が怖いなんてのは弔いに関係ない。自分が弔いたい気持ちがあったら言っちゃえばいい。そこでガタガタ言われることなんか何にもない。お弔いに来たんですね、堂々としてればいいです。お弔いに来るのに誰がどうこうなんてね、無視しようが何だろうが弔いに来たことに胸を張れないことはないでしょうっていうことですよ、うん、そぎ合いようと思います。言っときません、大変ですよ。ほんとほんと、あね、55分どう使うかっていう話をしたんですけど、多分でもね、本質的なことをちゃんと話せたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。それがこうどういうふうに伝わるかっていうのは正直保証もなくて、何にこう伝わるかって分かんないんですけど、いつもだからその損得の話をされるときに、得って何ですかって言われたときに、得はなくてもやらなきゃいけないことっていうのが多々あるし、それを得ですよっていうふうに教えたら、その人はそんなことに踏み出す勇気をなくすんです。うん、それがね、僕嫌なんですよ。そんなことならやらないっていう、その育児なしになってしまうっていうふうに、その人をこう誘導していくのがすごい嫌なんですよ。それはね、こういうふうにやるんだよっていうふうに理由も何も教えて、理由がなくたってやらなきゃいけないことっていうのがたくさんある。うん、損得のとこですよね。今日話してるのは、その徳を積むの徳じゃなくて損得の徳の話。そう、徳を逃がしたってやるべきことをやってたら別に心に病む必要ないんですよ。そう、別にいいじゃないですか。心配ありませんからねってことですね。質問したいことがあるのは、法事の帰りに喪服のまま塾に行きました。これは非常識なことなので、仕事があったら仕事に行くでしょう。ネクタイぐらい外したんでしょうか。それで全然構わないですよ。うん、ね。ね、葬式の時に呪術必要なのかなって。葬式行く時に絶対と言っていいほど忘れる。持ってた方がいいですよ。やっぱりこう礼儀だっていう風にされてる形なんで。まあ仏式の葬儀に参列するときは持ってった方が丁寧ですから、それはちゃんと持ってるもんですね。大人ならちゃんと持ってるっていう扱いなんで、子供とかに見られてしまうのが形ですね。うん、うん、大丈夫でしょうかっていうときに、大丈夫か大丈夫じゃないかって判断が出てくる。そのときに大丈夫って言い張るのは、大丈夫じゃない方の判断を我慢すること。袈裟っていうのは一般人が着てもいいもんですか？あんま良くないですね。袈裟っていうのは、その出家したお坊さんが着るもんです。基本的にね。だから、それは、衣装にふさわしい人が着るもんであって、そこにやっぱ敬意がなかったら、袈裟を汚すことになるんで良くないですねって話です。うん。そうそう。で、決断っていうのは、決断すればするほど決断上手になるんですよ。ここが我慢、ここが出るっていうのっていうのは、すごく心にグッとこう圧力がかかる。でもその圧力にかけないで決断することによって決断力っていうのは上がっていくんです。うん。ほんとほんと。学会の人はね、信心が深いですからね。長い本式の地図持ってますね。まあ、買った方がいいですよ、みたいな話になるんですよ。指にはめる数珠は、普通の数珠と同じ役割、役割は同じですけど、まあ簡易ですよね。うん、簡易と言っていいか、指につけるのはまあチンケと言ってもいいぐらいの世界ですね。和袈裟はだから簡易の袈裟ですからね。簡易のもんはまあ一般人が使ってもいいですけど、本式の袈裟っていうのは坊さんのもんですって、そういう話ですね。うん、そうそうそう。重慶も一般人が持ってるとまずいですか？それはね、くれた人とか、自分のところの住職に相談しましょう。それは考えますから。
持ってるのは悪くない、でも人前で使うっていうのはそのなんていうんですか、そういう衣装に対してその意っていうものってものすごく宗教にとって大事なんですよ。なぜならその形だから、うん、ね。社長は仕事を意義のあることとして捉えているので、葬儀屋という大変な仕事についているんです。理由があれば損得は二の次で、そのやるべきことを一つ一つこなす、それが人としての生き方なのでは思います。決断力もつくのではないでしょうか、うん、まあうちらの仕事は決断と決断と決断でできてますから、間に合わないことが多いんですよ。時間もないし、遺体はどんどんやっぱ腐敗するし、どんどんやっていかなきゃいけない。その時にしていい損の幅っていうのが会社で設定されてるんでやるわけですけど、例えば大きな仕事の担当者になったら、その普段していい損の幅がボンってこう超えていくんですよね。それでも決断しなきゃいけない、なんとかしなきゃいけない。金が儲かるかどうかは後にして、滞りなくその葬式っていうのはやらなきゃいけない。そういうのは大事ですよね。はい、1時間経ちました。ちょっと休憩に入ります。
戻りました。いやー、やっとおにぎり食えた。なかなかね、今日はなんか飯も食う暇もなくて、やっとエネルギー取り込んだって感じですよね。そうそう、昼にチョコバー食って以来って感じですね。高校の先生が生徒を殴ってしまったというニュースがありますが、佐藤さん、あのニュースをどうお考えでしょうか。撮ってるやつは誰だって話ですよね。あと、だって生徒が挑発したんでしょ。殴られたってしょうがないよ。子供を教えるのが先生の仕事だったとしたら、それは教えたんでしょって話で、殴られるぐらいのことしましたねってしょうがない話で、謝る方がどうかしてますよね。そうそうそう、殴る殴らないは本人たちの問題で、それで人権とかなんとかって話じゃないと思うんですよね。なんで殴られたの、なんで殴ったのっていう話をちゃんと聞かないで一方的な話ってするのは、それは何でしょう、法律とか教育者ってのはやんなきゃいけないかと思うんですけど、まあ僕はお葬式の場であったらそれは止めますけどね。葬式の場っていうのは殴り合いするとこじゃないですけど、それは一般人として、そう、学校の中の殴り合いがあるんだったら、なんで殴ったのと、そう、なんで、まあなんで殴ったのですね、なんで殴ったのと何があったのですね。ね、物式と心式で何か気にかける違いとかありますか。お参りの仕方がお焼香と、それから玉串法典に違いますから、神道の時は数珠持っていかなくていいですよ、あとはみんながやってるようにやりましょう。で、香典袋っていうのも神道の時は玉串料って書くのがまあいい感じですから、そのぐらいですね。お参りの仕方が、違いまして、二礼二拍手一礼で音を立てずにパンパンってそーっとやるのが大事ですねってことです。昔は殴られたらね、怪我したらね、お前何やったんだって言って話してね、先生に謝りに行くような世界ですよね。先生に迷惑かけたんじゃなくて、親が来たらそういう何があったのの話ですよね。殴ったのは謝りますね。じゃあ、無礼だったことを謝ってください。そっちからですよ。思うんですよね、本当ね。あのね、怪我するかどうかの話だと思うんですよ。暴力っていうのは怪我するかどうかの話やって、怪我しなきゃそれは暴力じゃないからねって話。だからこそどこまで訴えるか妥当性があるかっていうのに、僕はあの学校の中にちゃんとその訴える場所を作れ、警察が取り締まれっていうふうに法の統治っていうのをするべきだっていうふうに言ってんですよ。そしたら先生が殴ったところで、あ、それはもう叙情酌量ですし罪にもなりませんねっていう話で終わりでしょ。これちょっと傷害罪になりませんって話です。じゃあ裁判してみたらいいですよ。先生の負けにならないでしょ。傷害罪でこれで立証できます？ああ、できませんねみたいな。立証したとしても、まあ何の罪にもならない程度ぐらいしかないですよね。そうそうそう。その代わり生徒がその先生の名誉を毀損したってことで、あっちの方が金取れますよ。もう金の話にした方がいいですよ、あんなのね。だ、法律でこうなってるからってラインを
学校っていうところにちゃんと守らせるのがいいですよ、本当に、うん、本当本当。まあだって法律の判断でしょっていうので、まともなそういう議論が積み重ねたせいにそんなもんでしょって時に挑発してバーンってやられたって、ああ寄せばいいですねぐらいの話でしょ、うん、こんなもんですよ。情状酌量が入っちゃいますからね、罪にならないと思いますよね、殴った先生の方はね。しょうがねえよなって話ですよ。市内持った先生、僕子供の頃には普通に言いましたよ、バーンって。そうそう、ああいうね、瞬発力のあることある程度やってた方がいいんですよ。そうそうそう、事情でしょ、事情。傷害罪になるかどうか、全治3日って診断書がどうかという、診断書の問題だけじゃなくて事情でしょ。そういうのを総合的に判断して、それが罪になるかどうかっていうような話ですよ。うん、ねえ。先生もあそこまで強気に、あそこで先生が強気に出ないで、うんって我慢しちゃったらもうやられ放題ですよ。どうやって教育、他の人たちに規範を見せようとするかわかんないですよ。定規もね、あの角とかでツンとかやるよ、あれ良くないですよね。あれはなんかもう捕まった方がいいな。面でやれ、面でって。で、泣くるもんっていうのはちゃんと、ああいうね、尖ったもんを扱うのは本当下手くそだなっていうふうに思いますからね。うん、プロの教育者から動画見た感想は、怒り方が下手だなと思いました。ね、さすが、こういう意見っていうのはいい意見ですね。昔の日生学園とかはまあ無茶でしょうね。でここはおっさんおばさんたちが多いって言ったら怒られるかな。まあ年齢層が比較的高いので、どうしてもね、あの自分の若い頃の学校はっていう意見が多くなって、あのくらいはあったよって意見があるのはしょうがないですね。初めまして。失神するほど強く殴った上に、失神している生徒の胸柄を掴んで引きずっても教育なのでしょうか。知らないよ知らないよ、それは俺に聞くことじゃないよ。教育じゃありませんって言わないもん。知らないよって言えばいい。ほんとほんと、なんでしょうね、極端な例を出されてそれに答えたら、ほらねみたいな言うのっていうのは結構あったりするの、知らないんですよね。まあ僕の担任の先生も小学校を出た後に生徒に膝蹴りかましちゃって、あばら折っちゃって飛びましたけどね。膝蹴りはないよ、そしてあばら折るまではないよっていうふうに思いましたけどね。そう、まあ気の短い先生でね、熱血教師だったんですけどね、やりすぎちまったなって。署名も集まって嘆願とかもたくさん来たんですけどね、ダメですね、膝蹴りであばら折っちゃったらやっぱダメですね。そうそうそう、それは何があったかもあるんでしょうけど、まあ、うん、ちょっと話そこはやりすぎたんじゃねえ先生っていうのはありますね。そうっすね、内臓破裂とかにならなくてよかったっすね。あらそう簡単に折れるからね。
供を叩くっていうのは教育の中で叩くんだったら気をつけてやんなきゃいけないことで、カッカしてやっちゃダメっすよっていうのはありますよね。そうそうそう、でも実際問題ね、そういう先生の方が実際子供を守ってたところもあるからね、一概にだからその先生が全部悪いとは言えない、やっちゃったなっていうことがやっぱ多いですよね。そう、平手打ちで細かくやるってのは、平手打ち下手くそなやつが平手打ちするからよくないですよ。頑張ってる先生やりすぎちゃうっていうのがありますよね、いやー叱るのは僕は技術だと思いますよ。感情的になったらどこでどういうふうに押してどういうふうに収めるかまでが見えない、ね、だから小学生ぐらいだったらこうゴンぐらいでいったーぐらいの力加減が体罰の限界かなと思いますよね。頭にげんこつ、硬いとこね、硬いとこにゴンっていうのとかケツパンぐらいが限界かなと思いますよね。そうそうそう、で弱くちゃダメなんですよ子供なんていうのは。もうその動物とそんな変わらないところがあるんですから、だからそれはもうダメな時はダメっていうふうにやんなきゃしょうがないですよね。そうそうそう、ちっちゃい頃ね、学校の先生がやっぱ怒れない先生でね、学級崩壊みたいになっちゃっててうるせえなと思って、なんかそれで先生に言われて、それで指つかんでこうひねっちゃったやつがいて、先生が指の突きみたいになったの、あもうダメだなこの教室と思って、その先生もダメだし、なんかそういう風にふざけたことやるやつもダメだなと思って、ちょっとそう黙って行ったんだよな。黙って一番怖い先生のとこ行って、先生ダメだうちのクラス来てくださいって、授業中なの分かってるんですけど本当ダメですって言って、その一番怖い先生が、テーブルダーンってやって、しない持ってたかな、もう記憶ないかなっていうふうに思いましたけどね。そうそうそう、誰がやったんだから始まって、で副担任にその先生が来て、始終そういうふうにこうずっと見てて、やっと止まりましたよね。もうああいうふうになってきたら、もう恐怖状態でしか止まんないですよね。安心してください、真面目な話してる時に酒飲んで喋るんですから、そんなバカなことしないから全然心配ないですよ、人をアル中呼ばれしてアル中じゃなかったらどんな責任取るんですかって、どんですかって、取るんですかって、ねえ真面目に仕事してる人間捕まえてアル中呼ばれしたらどこを責任取るんですかね、こういうこと、ね、怒ってないけどこういうことね。そうそうそう。まあでもね、そういうのっていうのは飲んでますかだったらまだいいけど、そうそうそう、叱り方っていうのもプレッシャーどういうふうにかけるんだってのはこういうことね、そんなに説明しなくても大丈夫ですよ。好きなもん飲んでるだけの話で、別に人様に怒られるようなもの飲んで配信してないし、お酒飲んでるのを見るのが嫌だったら、まあそこはいなくなればいいしねっていう話ですね。
私の家の近くの葬儀会場が毎日お通夜しているのですが、佐藤総裁さんも最近は忙しいですか？僕は忙しいかな。会社全体はそんなじゃないけど、どうしてもね、個人的に喋んなきゃいけないっていう。ね。とかっていうのもだから使いようなんですよね。もう怒鳴っていい立場の人たちが怒鳴ったらいいしっていう、まあそれでもなんか文句言ってくる人もいるんだからしょうがないよねっていう。生徒を信じ、待ち、許してやることっていう言葉がありました、ね。教師は範を教えることが本意で、本気で叱る、本気で考えることが教育であると思います。多分今回の体罰は刑事しまった、結果を問題視すると思いますが、教師が悪いことを粛清しない限り良い教育はできないと思う。もう教育のことなんていうのは僕の知ったことではないので、教育の人たちが頑張ってください。でもねでもね、それでいいと思ってるんですよ。全部のことに意見は持てないし、正しい表現はできないんだから頑張ってください。そう、あ、頑張ります、ありがとう、頑張ってくださいって言って頑張りますっていう幸せだな何でもかんでも話そうとするから、もうなんていうんですかね、得体が知れなくなっちゃって、どん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 、そのなんていうんですかね、ここが自分の持ち場なんだから、この持ち場で頑張ろうっていうのがあってくれば、それでいいような気がするんですよね。佐藤さんどう思いますか？いや、どうも思わないよって。だって僕そう嫌だもんっていうところですよね。はい、みんなは静かになるまで先生は5分待ちましたとかあった、ありましたね、授業してくんない先生とかね、こんなとこありますよね、実際ね。こう世の中が騒ぐのに合わせて騒ぎたい人っていうのがいるのはわかるんですよ。どうぞって、そう、どうぞって感じでもう全然それでいいなって感じがしますよね。ここには治安を守ってくれる心優しい人たちがいるんで、ほんと空気読めないと、発言権利がなくなるからね、みんなね、気をつけてね、ほんとだから流行った、話題になったでしょ、子供が暴言吐いて殴られたらダメだなこの楽器ぐらいにしか思わないですよ。先生の体罰が妥当かどうかなんですけど、それは妥当かどうか考える人がやってくださいみたいな。一般人でいられますから、それは教育者って人たちにとってはどこまでがラインだ、どうすんだっていうものを悩んで答え出していかなきゃいけないんですけどね。まあ正直な話、教育っていうのが別に専門じゃないですから、ダメだなこの楽器ぐらいの話で別にいいんじゃないかと思うんですよね。ネットって場所が何言ってもいい場所とか、だ場所ですからね、ここに集まっても人ですからね、礼儀とか何とかっていうのがなければ、そりゃみんなに出てけって言われるような世界ですよ。怖えよって教えるのも、まあ教える方の仕事だし、大事なことだよねっていう。だから怖くない、優しいだけだと、なかなか伝わらないことありますよねっていう世界ですよ。ね、そうあの子ちょっとな、うちの会社に、来たら採用しないなっていうふうになります。そう、あのね、そう、これで、ね、いいんですけど、今日のテーマに沿って言うと、これがだから損得の世界での教え方で、まあまあよく聞くからみんな使うわけなんですけど、
今日のテーマに沿って言えば怒り方とかっていうその心の力をドーンって使う形でしょ。だからうるせえよぶっ飛ばすぞのこれが正しいというか、心の力をだけを使って理由を説明しなくて叩くぞ悪いぞっていう風に言ってるっていうのが、まあなんかね、あのその心の力を使って世界を動かしていくんだったらこっちの方がまあしっくりくるというか、損も得もないことを怒らなきゃいけないこと結構あるんですよ。ああ止めなきゃいけないけど別に損でも得でもないけど余計だなっていうこと、わかります？余計だなってことってあるでしょ。その余計だなってことを止めるときにはいいから下がれとかやめとけよお前っていう、このこういう風な本当結構純粋なあのもう心力ですよね。心力で止めなきゃいけないっていうね、そういう世界が出てくるんですよね。つまらやっていう人たちは全然従業員でも何でもないですよ。僕と一緒にただ大変な思いしてくださいっていうふうにお願いしていいよって言ってくれたからこう権利を任してるだけなんですね。もう自分一人で最初消してたんですけどできなかったんですよね。だから別にあの僕と損得を共有してみません。単純に好きと嫌いで、ああいいよって言ってくれた人がやってくれたんで、お願いの仕方も損しかしないね、ありがとうっていうふうにお願いしたんですよ。一緒に損してもらっていいっていう時にいいよっていうふうに言ってくれる世界っていうのが、まあ仲良しさんのただの世界ですよね。そうなんですよ。でおかしな消し方してたらそれはそれでやっぱ目に留まるんで、ごめんねって言えばいいやと思ったから、とりあえず勢いでなんかそういう風なセンスがある感じの人にちょっとお願いしてみたらいいよってみんな言うから面白かったんですよね。もう昨日の接客の話が生きてきました。おかげさまで接客の仕事に自信が持てそうです。先生どうもありがとうございます。そう言っていただけるとね、まあ、先生ってもんでもないですけどね、あ今まで怒るのかっこ悪いと思っているのはもったいないことしていた、あそれもねありがたいですね。そういうのが伝わっていただくと怒るのもね慣れなんで、失敗も成功もある程度数やんないと自分に合った怒り方っていうのも分かんないでしょ。だから怒ることもあの選択肢の一つとしてちゃんと持ってなきゃいけないんですよ、ね。あいいですよいいですよ、もう見逃したら見逃したらそれは僕もちゃんとやりますから全然大丈夫ですよ。本当にね、ただでこんなことしてもらってるんですからありがたいしかないんですよ。責任なんか何一つもありません。お任せしましてありがとうの世界ですよ、ね。料理してます焦がすなよっていう応答ですよ。こういう世界が気持ちいいねっていう、こんな世界ですよね。でも面白いでしょ。その損得から離れた方がやることちゃんと見えるでしょってのが心の世界の話なわけだから、離れちゃってもいいんだっていう、損とか得とかじゃなくても止めなきゃいけない時止めたらいいんだっていうようなそんな話なんですよね。どんなとこかなあ、そうそう、怒るとこれ繰り返し言ってる話で、怒ると叱るの違いっていうのは相手に対する思いやりだっていうので、そういうふうに感情でやるっていう話があるんですけど、いいですか？その前に何をの方が大事ですって。何を怒るのかっていうのが明確になってないことの方が大問題ですから、ちゃんと何がいけないことなのか、何がいいことなのか、ここの定義が先で、怒り方っていうのは、怒り方、叱り方っていうのは言葉の違いとか、だってね、こもってるんだかこもってないもんだかっていうのはわかんないでしょ？気持ちなんて。それを
あの基準に喋るのって大変ですよって話なんですよね。うん、ねえ。だからその何を起こっているかっていうところをちゃんとみんなで詰めていって、それは筋が通ってるよね、正しいよねってとこまでやっていれば、あとは叱ると怒るは強弱ぐらいの違いしかないですから、何をの世界に行かなきゃいけなくて、どうをばっかりするこの世界っていうのは相当消灯って言って相当そのだからあの体に悪いことしてますよってことですね。個人と血縁があったとして親族側に座るのが、戸惑う場合があります。個人的には離婚した実の母の葬式で再婚した相手側の親族や再婚後に生まれた兄弟たちがいるのですが、向こうは気を使って親族側に座ってと言われたのですが、固辞して一枠一般側に座ったのですが、こういう時は素直に従った方が良かったのでは。ちなみに離婚後の付き合いはほとんどありませんでした。まあ、血縁があるんで親族でいいですよっていう感じですね。仲悪くないのが本当にでも救いですよね。まあでも固辞してそういう気遣いがあって一般でいいですよっていうふうに言われたら一般でもいいと思いますけど、基本的にはまあ、あの親族でいいですよ。実際血縁があれば親族なんですからって、そういう話ですよね。何が悪いかが叱る怒るの話でいけば、まずそこからですよ。いけないことをしたらそのちゃんと言われる、そう、そういう表現だ。いけないことをしたら言われますよって、怒るか叱れるの前に言わなきゃいけないし、言われることがありますよっていうふうにまあ考えていけばいいですよねってことです。迷惑かかってもね、その迷惑あんまこう感じない人とかもいるので、とにかく何がなぜいけないかってことを考える。まあなぜもね、なくてもいいんですけど、何がいけないかですよ。それが大事。お汁粉とぜんざいって粒あんとこしあんじゃないの？誰か調べて。葬式のことだったら調べるんですけど。そう、言うときは言う、言われるときは言われる。この世界にいますよねっていう。だから、何があるかの方が大事ですよっていう話ですよ。知ること全財ってそうなの？こはほら、こしあんの方をしるこっていうし、ぜんざい粒あんの持ってきたのをぜんざいって言いますって、うん、関西関東はそれの比率の違いだけど、もう全然両方とも東京なんかは混じってますから、粒あんとこしあんでしょ。で昔あのおじっていう字をどっちを使うかみたいなのもね、結構みんなどっちかなって言いましたけど、あれはほら続き柄に関わることなんで調べましたけどね、ぜんざいとしるこは多分、つぶあんとこしあんですよ。いやね、ダメだよっていうふうに言われてるのに、また口の利き方しなくて、ピッて消されたその瞬間がもう、面白くて、ありがとね、叱ってくれてありがとね、いけないことしたら叱られるんだよ。うん。いけないことしたら言われるでしょっていうのが、これいい世界だねっていう、安心してやれる、本当。おじとおじの話、まあ両方おじなんですけど、白のおじの方があの伯爵とかの白じゃないですか。まあ立派な人っていう意味で、年上のその父ちゃんでも母ちゃんでもいいんですけど、年上の兄弟の
方をその白の方のお家で、淑の方のお家は可愛いねみたいな意味合いなんで、そう、紳士淑女の淑女の淑ですよね、可愛いねみたいな意味合いなんで、淑の方のお家は年下のお家、その父ちゃんか母ちゃんのも兄弟をおじさんと呼ぶわけなんですけど、父ちゃんか母ちゃんかの問題じゃなくて、その父ちゃん母ちゃんの年上か年下かっていうんで決まってるっていうのが大事なんです。そうそうそうね、そうそう、近所のおじさんは血縁関係のないおっさん、そうそうそう、でこしあんとつぶあんで、あの汁粉とぜんざい、ね、粉って書いてあるから粉っていう、なんか粒々がない感じが汁粉だよって、ぜんざいはよく分かんないけど、なんか汁粉じゃない方みたいな、そんな覚え方ですよ。本家の墓に入りたくありません。夫は一人っ子で、家は古い家系の本家なので、先祖代々の墓があります。正直、私は夫の実家の墓に入りたくありません。そのような人って多いのでしょうか？多いかどうかは別問題として、多いかどうかって言ったら、なんかみんないろいろ言うぐらいの話で答えるんですけど、自分が入る墓ではないんですよ。誰かに入れてもらう墓なんで、誰かの問題ですよ。お子さんがいればお子さんの問題ですし、夫婦で生き残ったらそれは旦那さんの問題ですよってことですね。本当本当。ね。お汁粉と全財説が関東関西っていうのの総数ってどっかにあります？関西はつぶあんでもぜんざいって呼ぶんですか？つぶあんじゃねえや、こしあんでもぜんざいって呼ぶんですか？ここ気になるな、すごく。餅が入ってると汁粉。関西は、粒あんでもぜんざいって言うんだ。へえ、面白い。汁気のあるものを汁粉。濃さ。濃さ、面白い。汁気のない餅を添えたものをぜんざい。なるほどね。汁気の問題、確かに。うん、粒あんはなんか汁気、汁、あ、そうか、粒あんでも汁気あるバージョンがあるわけか。なるほどね。じゃあね、多分ね、東京ではぜんざいとお汁粉の区別っていうのはこしあん、つぶあんなんですよ。だいたいどこの紙どこでもそんな感じ、お汁粉をお雑煮だけだと思っていた世界はもう不思議だ。わからん、面白いな、関東では汁気のあるもの、全般をお汁粉、汁気のないものに持ち寄せたぜんざい、関西ではこしあんを使った汁気のあるものをお汁粉、粒あんを使った汁気のあるものは全然、汁気のないものは亀山金時と呼ばれる。へえ、面白い、面白い、粒あん、場所によって違うっていうのが分かるだけで結構面白いね。はい、すいません、何度もすいませんが、いえ、拾いきれないんで何度も言ってくれる方がいいんです。夫が198センチあるのですが、棺は特注サイズなどあるのでしょうか。198センチだと特大棺の一番大きいので入りますね、なんとかね。市販でありますから大丈夫です。足を折ってっていうのは骨折じゃなくて曲げてって話ですから、で入れましょうねって形で、やっぱり2メーター近くなるとね、こう足の倒れ方とかで多少足曲げなきゃいけないところもあるんですけど、入らないようにいいでしょっていうふうによく話しますね。そう、ただ亡くなった時には198センチあるんですっていう風に言っていただいた方がいいですね。棺の準備とかそういうの変わってきますから、トライアスも倍みたいな話になってくるので、
家紋についてお聞きしたいです。葬儀に家紋が必要な時はどんな時。家紋っていうのはカッコつける時につけるんですよ、うん、だから予算がある時なんか家紋入れましょうねっていうふうに言いますけど、最近はなんか洋風花祭壇みたいなんで家紋使わないことも多々あります。もうここは東京減ってきましたね。家族葬とかになってきて、どうしてもすぐ近い家族が動かなきゃいけないようになってくると、まあやっぱビシッとしたいねっていう層の人は、まあ和服の喪服を着ますけど、まあ親戚さんがそういう文化かどうかってとこですね。うん、そうそうそう。でもねやっぱね女性の喪服はねかっこいい、凛々しくて、すごく好き。凛々しいなって、こう旦那を送るのに一番やっぱね、喪服は女を綺麗に見せるでしょっておばあちゃんが、80とかのおばあちゃんがそんなこと言ったら、凛々しいな、かっこいいな、綺麗だなっていうふうに思いますよね。ほんとほんと。寒くてもウォーキング偉いですね。僕は寒いとへこたれます。めちゃめちゃ警察の中がね寒くてね、暖房つけろよって思うんですけど、古い建物なんでね寒くてしょうがないですよね。風が通っちゃってね、夫の実家のお寺さんはお骨を墓に入れるときに骨壺から出して直接地面に入れないと土に帰れないから良くないとおっしゃったそうです。私の実家のお墓は骨壺に入れるタイプです。住職からそのような話を聞いたことがありませんでしたので、宗派とか土地柄に違いもある、人によります。土地柄とかの問題、人によるレベルです。その住職かその住職かっていうですね。すいません、金がないんじゃ爆魔です、ね、とこですね。先日祖父が亡くなって悲しいです。自分に近しい人が亡くなるのは初めて、どう気持ちをせればいいか分かりません。やはり時間が解決してくれるのでしょうかね。こういうふうに毎日毎日来るわけですよ、ね、今日のテーマに沿って言うと、これね本当傷つくかもしれない、申し訳ないんですけど、我慢しろこういうテーマで話してたんですよ。まあ、現実的にはね、おじいちゃんが死んで悲しいっていうのは、随分愛してて、おじいちゃんも喜んでるねっていうふうに言って、いつも話をまとめるところでございます。今日はね、心の力をどうやって使うかっていうんで、好き勝手に思い、そして我慢しろっていうのが心の力の使い方だって話してるんで、我慢しろっていう、そういう話ですね。島田さんと総統集の話をしていただけど、島田さんにとって僕のことを相手にするメリットはないです。全然大丈夫ですよ。うん、ね。いやいや、そう、まあ我慢すれば解決する話なんですけど、まあ、基本的にはそういうのを、そうなんですよね。本当の普通だっていうのがまあ普通か。まあ今日の話だとそういう感じになるんですけど、まあいきなり来て言われてね、そんなこと言われても困るかなと思う。やっぱりそういうとこは普通に今出会ったからいつも通り話してあげると、話してあげるとって上から目線をね、話すとね、おじいちゃんが死んで悲しいねって思うのは、何にも関係ない人、何にも愛してない人だったらそう思うことはないんだから、そらおじいちゃんが死んで悲しいなんて思われるなら、おじいちゃんきっと喜んでんね、嬉しくってしょうがないね、よかったね、ここまでですね。僕の話はいつもよかったねで終わるようにできてる。中村勘三郎さんの奥様が白い喪服を着ていることは非常に印象的でした。まあ再婚はしないという、白喪服だから再婚はしないみたいな意味合いで捉えることがあるんですけど、もともとその何て言う、喪服の白っていうのは上等なもんだよっていうので、まあ着てたっていうのが一番多いですよね。うん、そうそうそう、
あなたと共にみたいな、いろんな意味合いがやってるんですけど、まあみんな一番受ける意味合いで喋るんですよ。ちゃんが、木漏れ日注ぐ小川に行った時カッパが見えるぞと言っていました。四季が近いのカッパが見えるんですよ。カッパが見えるんです、うん、カッパはいらっしゃるんです。光電代は1万円ぐらいが相場でしょうか。場所にはよりますけど、まあ1万ぐらいじゃないですか、うん。多すぎると相手に負担をかける。そんなことない。香典いっぱいくれたらありがとうですよ。なんでしょうね。なんかその香典いっぱい出さないためのそのよくわかんない理屈。香典いっぱいくれたらありがとう。うわ、こんなもらってってありがとうみたいな世界。何返そうかなぐらいの話ですよ。そうそう、白むく上等なんですよ。実際高いし。ね。特に今時の世界で白むくの喪服持ってんなんてそりゃすごいことですねって。旦那の時ぐらいしか着れませんよねって。ほんでなんか自分たちが困んないぐらいで出したらいいんですよ。出したいぐらいにちゃんと出しましょうって話。そう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 、加減、香典の金額っていうのは何が正しいじゃなくて加減の話です。このくらいだったら相手にね、相手が赤字になんないかな、黒字になりすぎないかなとかいろいろ思ってもいいですけど、まあたくさん出さないのがいいことだみたいなことだ、たくさん出した人に失礼でしょってそんな話ですね。輪廻転生ってね、昨日があるでしょ、今日があるでしょ、で明日があるでしょ、それと前世があって今世があって来世があるのと何が違うのって話なんだよ、うん。魂があるないっていう、あんたら昨日を信じて明日があるって言ってんのに、なんで前世と来世をなくすのっていう。すごいよなーって。昨日があるって、3年前があるって言って、3年後があるっていう人が何をしてるんですかみたいな。熊本限定の、風習ですが、香典の方に目覚まし、あ、目覚まし聞きましたよね。目覚ましもあるし、あと長野とか甲府の方ではお寂し見舞いなんかもありますから、香典の他にお見舞いみたいな、そういうのをやりますね。地域性っていいんですよ。地域によって決まって、それは、前にも言いましたけど、宗教と同じで、天気が違うからやることが違うんだよって話ですから。そうそうそう、そう、通夜見舞いっていうのもね、通夜と告別式分けるみたいなってありますね。一通り大体見たんじゃないかな。そうそうそう。でね、香典いくらがいいのみたいな話の時は、0円のやつはお別れいけないのって言ったら、お別れ行ったらいいんですよ。1円も包めなくてもすいませんっていう。それは、そのすいませんは悪いかったからすいませんじゃないですか。相手に対する気遣いの話ですよ。ね。うん。遺品整理の仕事募集やってました。特に資格が必要でない。廃棄物処理業ですよ。どっちにしても。特殊清掃って言ってもそんな感じ。本来の通夜をやってるところって、まだ夜中起きてりゃ通夜かっていうとそういうことじゃなくて、その送る日の前の晩っていうのを考えてる時に、まあ、起きてたっていいですよ。線香をねずっと上げとくもんだね、個人のそばにいるもんだ、親族がそういうふうに、そりゃその方が寂しくないでしょ。でもね、ばあちゃんしかいない、みんな遠い、ホテルも取った、帰るでしょっていう、そういう世界です、うん。本来のっていうんじゃなくて、昔のって言った方が、まあ、伝わるかな。本来の議論はね、やってもやっても不毛なんですよ。なんで本来、いつが本来ってなって、
じゃあ縄文時代っていう風に本来になっちゃうんで、ある程度の昔のっていう風にやった方がいいんですよ。うん、そうそうそう。ね。ああ、7日ごとのね、3000円みたいなね。昔からあるお家の自宅葬儀で近所のじいさんが3000円包んで少ないなと思ったら、1週間毎日同じ金額を包んでました。もうそんなの今はないですけどねって。そう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 。来るたびに包むみたいな、そういうのもありますからね。通夜に伺う時の服装について、あまりバッチリ葬儀モードだと逆に失礼と聞きました。地域性によってはそうですが、ほとんどの方は普通にちゃんと喪服を着ます。自分のその地域性っていうのがどこまで適用範囲なのかって話を考えないで喋らないと、あの通夜に喪服はないよ。普段着でまあ黒っぽいやつだよって、地域もたまにあります。でもたまにですね、ほんとね。そう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 、ある程度昔のお葬式っていうのはね、時代の流れに沿って変わっていくもんなんで、あの本来のっていう議論は本当にね不毛なんでね、あの昔の通夜はなんとかだったよねぐらいで、あの喋っとくと、そう昔はこうだったねっていう風に、今はこうだね、そして未来はこうだねっていう風にちゃんと伝わっていけば世の中続くよねって話ですね。父の勤め先の会社で重役が亡くなった時に車窓だったのですが、後年はご遺族の寄付で寄付、希望で寄付でした。そうそう、あ、受け取っちゃうとね、あの退職とか税金の処理がめんどくさいとかっていうのもあるし、もうお金もあるんだったら寄付でいいんじゃねっていうような話とかもあるんですよね。うん、ね、主人の三回忌に義理の姉が主人の三回忌って自分の弟なわけでしょ。自分の弟の三回忌に大きな花柄ジーンズで来られるのは、そりゃ良くないし、銭持ってこないっていうのは同化してるよね。自分の可愛い弟の三回忌だったらちゃんとしてやんなよっていう話ですよね。ねえ、今日の月は随分いい月だっていうんでね、私も見させていただいて、佐藤さんこんばんは。あ、宮原さんどうもお疲れ様でございましたね。あのお母さんの、義理のお母さんのお葬式お弔いで、ね、本日葬儀初7日まで行いました、ねね、そう、宮原さんは信州さんのお坊さんなんで、ご愁傷様でございますではなくて、あの立派な往生でございましたっていう風に、こうちょっと専門的な挨拶を使うのが、まあ、かっこいいわけですよね。普段だったら、普段とか普通の分かってないよ、分からない人には、みんな僕はあのご冥福をお祈りしますでいいよって言ってる時に、皆さんが かっこよかったのは、そう、信州さんの立場、気持ちです、ありがとうございますっていうふうに言えるのがかっこいいんです。本当本当、それはいいんです。いやだってね、今喪服着んの楽でしょ。何の服装していこうかなって、下手に普段着縛りの方が通夜行くのなんか悩みますよ。その時にはやっぱね、すごく、うん、ね、おばあちゃんの3回忌7回忌に呼ばれないなんて聞いてごらんなさい。口があるんだから聞いてごらんなさい。そしたら何でかわかるんですよ。あ、これもいいですね。これも覚えておくといいですよ。お疲れ様でございます。お疲れの出ませんように。これね、最近東京の方でも使う人増えてきましたけど、関西方面の人の、あのご挨拶ですね。お疲れ出ませんようにっていうお葬式のご挨拶です。クリーニングもすぐ出せるし、喪服1本持っとけばすぐお葬式行けるんで、逆に言うと
これは喪服を着るのは失礼ですとか言われると、ちょっとお葬式通夜とか告別式の参列すると困るんですけどって、みんなの本音の部分がありますよね、うん、それを本来のとかっていう風に言っちゃった、昔はそういうこともあったけど今こうだよねって、全然いいよねっていう話なんですよ、うん、で下手なそういうのを守ってとか耳を傾けちゃうと、下手なことに耳を傾け、捏造マナー講師のこう餌食になっていくっていうのがありますからね、はい、そんな感じで、まあまあやばいやばいって本当っすよ。たまにだからネットでね、聞かれてごらんな、まあ極端にこう省略して分かりやすくしちゃうと、うちのお寺のお布施はいくらでしたけど高いですか安いですか、うん、それ平均値とかそういう問題じゃなくてっていうことなんで、あなたがどう感じたかの話ですよっていう、はじめまして、総裁ディレクターになりたいと言ったら担任に猛反対されました。担任に対してきつく言ってしまいました。反省しています。まあ、うまいことやってないとダメだよ。人との話っていうのは。なんかお気持ちヤクザみたいなの多いですからね。気を使ってないみたいな。マナーもね、マナーヤクザですよ。マナー通りじゃないって。本来のマナーじゃないみたいな。うるせえよ。とけみたいな、うん、通夜だとブラックスーツに黒いネクタイでもう全然いいと思いますよ。僕もだからチャコールの普通の仕事着でネクタイだけ黒くして、あすいませんみたいな感じで参列しますもん、うん、革靴の NG は無理です。みんな革靴ですし、それ合皮だか本革だか分かんないでしょって話だね。確かにその殺生を禁じるってためにはファーとかね、こういう首のファーとかっていうコートとかもダメになるじゃないですか。あ、でも僕ね、それ解決方法分かりました。あのね、首にファーとか腎臓のファーとか、まあ本物のファーとかついてるようなやつあるでしょ。あれね、賢いな。さすが場数だなと思ったんですよ。報道陣。この前、青山葬儀所で仕事してた。報道陣やっぱ頭いいなと思ってて、普通にそういうファーしてても、ここに模章つけてんですよ。ああ、もうそれで終わり。もう模章つけたらそれ正式な喪服のことですよっていう風になってるから、喪章つけたらもうそれで完璧ですね、うん、そう、ね、喪服と喪章でそれでよしっていう風にされてる服装コードなんかすごくいいなっていう風に思いますよね。賢いな日本人っていう。普通にしたら格好はこれって決まってて、それができなかったら模章っていう風にやって、足りないことがあるかなって心配になったら模章しちゃえばいいんですよ。喪服に模章してた人もいましたからね、うん、本当ですよね、うん、自衛官だった時に結婚式に制服で来いと言われたら、制服で行ったら黒いネクタイになって非常識だと罵られた。うん、制服のネクタイはね、これドレスコードが体によって違うし、そういう時によって違うんで、要確認なんですよね。決まってない。そう。そういや、ブラックスーツいけないね。喪服とブラックスーツは別物なんで、できれば喪服の方が望ましいっていうのが日本の、そういう弔いごとの服装行動ですね。はい、そんな感じでございます。さてさて、じゃあ行きましょうか、うん、はいはいはい、はい、ああ、喪服のことはね、みんな認識が違うから、もう話し合いですよね。ほんとみんな違うんで、ではではね、また質問がある人はまた質問してください。今日は寝ます。疲れた。はい。市原悦子さんが亡くなってショックです。家政婦は見たとかでなんとかでしたって書いてあるんですけど、大丈夫です。来たファンの人たちはみんなありがとう。見送れてよかったって言ってちゃんと見送りました。
悲しがってる人たちっていうのは多分画面の向こうで悲しんでる人です。本当に見送りたい人たちは広島から来たとか神奈川から来たんだって見送れてよかったって言って帰ってきましたから、まあ心配いません。ちゃんと愛してる人に見送られて旅立ちました。そんな感じでございます。はい、ではでは本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、温かいグッドマーク、そして資料請求の方よろしくお願いいたします。何でも答えますので疑問質問どしどしお寄せください。メールアドレスは下の概要欄にあります。宛先は info@佐藤1976.com、 件名は葬儀葬式チャンネル、質問係までよろしくお願いいたします。それではまた次回このチャンネルでお会いしましょう。バイバーイ。